劉備は長藩に押し寄せる曹操の大軍を振り切り河口へと渡った。そこで諸葛亮は孫権との共闘を提案、自ら使者となり呉へ向かう。時を同じくして孫吾には曹操から降伏を勧告する書状が届く。孫吾の家中はこれに屈するか抗うかで意見が対立していた。降伏派が多数の中、大都督である周瑜と呂宿は降戦を主張。呂宿の案内で現れた諸葛亮の働きもあり、孫権は降戦を決意する。劉備は孫権と会し、反曹操の同盟を結んだ。時を置かず曹操は慶州から大船団を率いて長江を進軍。これを迎え撃つべく諸葛亮は周瑜、呂宿らと渾身の策を練る。時を利し、地を利し、人事を尽くして曹操に勝つために、趙雲、諸葛亮、劉備が赤壁にその力と志を燃やす。あなたが劉備軍の軍師、諸葛亮殿か。周瑜殿、すべては先だってお送りした書簡の通り。ああ、固い固い。共に戦おうという話をするのに、そう構えることはない。そうでしょ、周瑜殿。ふん、そうだな、呂宿。書簡には目を通した。なるほど、劉備殿にも我ら孫吾にも意のある話だ。曹操の勢いをくじき時を得る、そこに我らの利害は一致する。だがそれが全てではあるまい。例えば我ら孫吾とは違い、劉備殿にはよって立つ地がない。それこそがあなたの狙いではないのか。まあまあ、全てを語るなど無理なことならばそこには触れずにだな。だが我ら孫吾としてもこの同盟は望むところ。決戦の地は赤壁。我らの地位をもって曹操の大船団を沈めるのだ。大都督周瑜、この一字の名の意味どこまで読まれているか。いいえ、今はこれが唯一にして最善の道。全てはこの一戦の勝利から始まるのです。伝令、南方より曹操軍が上陸。祈祷所に向かい進軍しています。祈祷所が狙われているのか。
諸葛亮が危ない。急いで助けに行かねば。承知しました。諸葛亮殿も劉備殿も私がお守りします。その首捕らえ受ける。いざ果たしてみる。ではこれを始めます。人の間祭壇に敵を入れないでください。劉備殿、なんと鮮やかな戦いだ。今勝ちすぎたかね。おお、やっているな。どれ、俺も手を貸すとしよう。我が大将、果たして一徳様、助けに来たわよ。一緒に頑張りましょう。こうはなりました。これで私たちに風が吹きます。家計の方が滞っているようですね。宝刀の錬金の刑が露見したのでしょうか。報告、祈祷所に敵船が接近しています。行くぞ。領所が言っていた諸葛亮と貴様か。その力、この芝忠達が試してやるとしよう。戦争軍が進化しますか。何ならぬ再起の場所を知っているのに。そこそこできるようだ。次に貴様と戦う日を楽しみにしておこう。鮮やかな引き際です。芝忠達、覚えておきましょう。先ほどの者、序書の名を口にしていました。ならば宝刀の方も危ないかもしれません。敵の船を伝い、敵船団に渡りましょう。宝刀を助け、錬金の刑を成立させます。おう、頼むぞ。ここは俺たちに任せてくれ。見事な戦ぶり、感服いたしました。いはりいはり、ちょいとあいつには身が勝ちすぎたかね。家計を成すために必要な二つの布石、それらと風と錬金の刑です。錬金の刑とは船をつなぎ、ここは一度引かせていただく。行くぞ。
長所が曹操軍にいてね、連冠の方大事なとこを外されちまったよ。そうですか。鮮やかな戦ぶり。すみません、ユウキと安静を終わらせん。今の俺は曹操軍の主人。ここは通せません。どうしよう。なぜお前が曹操の軍などに。どいてくれ。ああ、俺は未熟だ。やっぱりどこか気の迷いが。この子に繋ぎましょう。これで連冠の計は完成です。よし、諸葛亮らの準備は終わったようだ。家計戦行け。やないでか曹操軍よ、我らが闘志の炎を喰らえ。真似できませんな。逃げよ、ジョシュ。
向いては危ない。命を無駄に散らすことは許さぬぞ。劉備殿、まさか俺を探してこんなところまで。わかりました。劉備殿、どうかご無事で。に見事な働きを。この大使氏に征服いたした。この息を誰にも止められますまい。見事な戦を感服いたしました。この炎こそが劉備殿の道を照らすかがり火ですね。さあ行きましょう劉備殿。次の戦はすでに始まっています。え、もう行っちゃうの？ああ、すまない諸子殿。いずれまたお目にかかることもあろう。劉備殿。おお、上昇か。あの日劉備殿と共に深夜をかけ、今曹操の陣からこの石壁を見た。俺は自らの心を欺いていました。俺があるべき場所はここなんです。孔明のように策の実現に徹しきれない俺は甘い人間ですけれど、俺を使ってください劉備殿。俺もあなたの道を照らし一緒に。ようやく言ってくれたな。待っていたぞ上昇。私と共に歩んでくれ。大河は男たちの気迫を映し、炎は男たちの恥勇を照らした。劉備と孫権の連合は曹操軍に大勝。曹操の南進は収束する。しかしただ曹操を追っただけでは劉備に飛躍の時は訪れない。諸葛亮は孫吾の隙を突くと諸将に命じ慶州の各地を占拠。劉備が地を得るまで慶州を借り受けたいと孫吾に申し出た。孫権は初めこれを不服としたが、呂宿の取りなしで了解を得る。またこの頃深夜で劉備を導いた叙書が帰還。さらに宝刀、甲冑、義援といった英傑が劉備のもとに集う。飛躍の時を目指し次第に力を大きくする劉備。
そこへ関係の強化を図る孫悟から縁談がもたらされる。かくして劉備は孫権の妹孫昭侯をめとることとなった。あのお嬢さんも大変だね。乱世の花嫁なんていろいろ背負わされるだろうに。お主の目は節穴じゃな、うん、見てみや、あの二人。これは好いている者同士にしかできん顔じゃ。劉備、結婚めでたい。ああ、なるほどね。おうよ。ここまでは順調ですね。劉備殿、次の一歩が劉備殿にとって最大の試練です。